こんにちは、AFC モトスポーツです。前回コーディネートの動画を出してみたんですけれども、参考になるということでまた今回も作ってみたいと思います。まあ、僕たちからこのアイコンのラインナップいっぱいある中でこういうのどうでしょうっていうのを2つ、提案したいと思うので、当店のチャンネルはアイコン製品の商品紹介を中心に配信しております。わからないことがございましたらお気軽にお問い合わせください。当店のチャンネル登録、高評価、そして通知のオンもぜひよろしくお願いいたします。まずはブーツからアルカンでいきます。パンツはアップアーマージーンズを使います。ジャケットはこのアップステートのキャンバスジャケットですね。スーパーデューティー3です。これはタイガースブラッドのメイン。まあ、個人的な今回のポイントとしてはこのアップステートジャケットとこのアルカンのブーツになります。アルカンブーツはアドベンチャー向けに思われがちなんですけれども、もちろんアドベンチャー行けますなんですけれども、防水でこう爪のプロテクターも非常にこうしっかりしてるんですけれど、こう中にボアもついてます。見た目以上にすごく軽いんですよ。なんでこれ普通のこうキャンプツーリングとかそういった時にも非常に使いやすくて、ちょっとオフ感がありながらもおしゃれなデザインになってるから、こうデニムとのコーディネートもかっこいいと思います。ちょっと何ていうんですか、足元を少しコツくするというか、そういったイメージのブーツとして考えてます。次にこのアップステートジャケットなんですが、ストレッチキャンバスを使って非常に動きやすいんで、こうバイクの上でも自然なライディングパフォーマンスが得られますし、何よりやっぱり見た目がすごくカジュアル、これが一番の売りだと思います。でヘルメットがタイガースブラッド、新しいこう元シールドっていってもつば付きのシールドがついてますので、ドメインらしいネオレトロなスタイルとしてそのテイストを入れていったつもりです。アドベンチャーにも行けますし、例えばカフェレーサー系のバイクでも行けますし、ネイキッドとかそういったいろんな車種に合いやすいコーディネートで、なおかつタウンユースにも活かせる、バイクを降りても自然なファッションっていうのがポイントになってます。アッパーマージーンズは細身なんでアルカンブーツにブーツインとして使いやすいです。で最後にグローブ、差し色でこのタン色スーパーデューティー3を選びました。まあ、今回はテーマがないということなので勝手に自分の中でテーマを決めて、この時期も暑いんでなるべく涼しい格好にしようかなと思います。まあ、とにかく涼しいジャケットということで、こちらのフルメッシュのメッシュ UFJャケットにしたいと思います。続いてパンツですが、こちらも同じくメッシュ UF のシリーズで、フルメッシュのこちらはオーバーパンツになっています。グローブはこちらのフリガングローブにします。こちらのオーバーロードブーツにします。ヘルメットはこちらのエアフライトベータヘルメットです。夏に最適なコーディネートを今回してみました。こちらのエアフライトベータヘルメットは、まあ、あくまでも個人的な意見にはなるんですけど、見た目からも涼しいかなということで選びました。プラスシールドがブルーのフォースシールドがついてくるので、シールド部分は真っ青になるのでよりちょっと涼しさを増すかなと思います。ベンチレーションもおでこのところ2箇所と口周りに1箇所空いているので、全開にしていただければ夏でも快適に使えますし、エアフライトの場合はバイザーをつけることによってゴーグル仕様に変更することもできます。そちらに変更していただければシールドとはまた違って前面からすごく風が入るので夏でも涼しく使えます。ジャケットとパンツですが、これは同じメッシュ AF シリーズに両方なってまして、まあ、ジャケットは見て分かる通りフルメッシュのジャケットになっています。でパンツに関してはこちらオーバーパンツになっているので、半ズボンの上から履いていただいてもいいと思いますし、なんかスポーツ系のレーカーインナーみたいなのを下に履いてもいいと思います。こちらのブーツは自分も使ってるんですけど、この時期ツーリング行く時もそうですし、どっかバイク乗る時は必ず履くぐらい涼しいブーツになってます。今回はコーディネートしてみた結果、機能重視とカジュアル重視になりましたね。もう打ち合わせなしで見事にこれは分かれたんで、まあ、見てて面白かったです。
今回のコーディネートはあくまでも自分たちの一例なので、アイコンさまざまな商品ございますので、お客様のお好みに合ったコーディネートを見つけていただければと思います。その他コーディネートの質問とか、こういった商品を使ったコーディネートを見てみたいというコメントございましたら、お気軽にお問い合わせください。それでは、RightSafe、RightIcon。